はい、こんにちは。勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、サウンドロクシードシリーズカプセルロクシードオーレン&ガイム闇セットということで、これを待っていたおかげでカブトゼクター届くのが遅れてしまいました。もう速攻ね、予約して、どっちも速攻で予約しておまとめ機能使っちゃったのでね。はい、ということでさらっとこれご紹介していきます。ガガーンと。なんでちゃちゃっとかっていうと、一回開けてちょっと見てみたんですけど、やっぱサウンドロクシードということをご理解しておかないと、まあ分かってたんですけど、かなりショックです。なぜならこれもうちゃちゃっと本当に言いますね、もうすごく出来がいいんです。そう、すごく出来がいい、これね、出来がいいんです。すごい。なのにデラックスじゃないっていうところがやっぱちょっとね、難点です。こうここの部分とかもガチャガチャみたいな取り外し可能になってますし、やっぱりエナジーとかはここにボチョがあってポチッと押すとバカってなるのがいいんですけど、これは手動でございます。鳴らしてみましょう。いきます。とね、普通のレモンエナジーと全く一緒です。そしてオレンジも一緒です。すんごいかっこいいんですけどね、ここのシールの部分。だからすごい残念っす。これはね、鳴らしたんですけど、めっちゃいいっす。もう文句ないっす。いきます。あ、間違えましたね。2回おっしゃった。じゃあもう、こんな時は戦国ドライバーに入れてみましょう。いきます。最初から最初からいきますよ。はい、変身。ちょっとあれでしたね、あのここなかなか素敵だったわ。あなたもどうやら一皮むけたようね。いろんなセリフ、ちょっとだけ認めてあげてもよろしくってよ。いろんなせいろいろんなセリフ喋りますこいつ。ではこうやってやって押してですね、せっかくなのでね、ジンバーに、ブラックジンバーレモンにもなってみましょう。きます。
あれジンバーレモンってなんないっすね。なんない、なんないんすかね。ジンバーレモンミックス、ジンバーレモンってこういう遊び方ではできないそうですね。書いてありました。ロック解除音、変身名乗り音、必殺技音、そしてミックス、ジンバーレモンと。ことですね。はい、ということでね、まあ定価がね2000円ぐらいで3個ついてると。でこう飾るにはやっぱ全然かっこいいので問題ないと思います。でなんか昭和ライダーの6シードがもうじき予約が開始っていうか、もう予約開始してると思うんですけど、予約開始でなんかすごい、あれもサウンド6シードシリーズなので買おうか悩んだんですけど、もうこれ開けた瞬間に買わないと決めました。いや本当にあの買わないと決めましたとかいうふりじゃなくて本当に買わないです。もうちょっとこんな動画出したくないんですけど、まあ多分中古で売ってても1000円とかだったら買ってもいいと思いますけど、本当に新品で何千円も出して買うべき商品では僕はちょっとないと思いますのでね、ぜひ動画をご覧の皆さんも欲しければ買うべきですけども、僕みたいに2つはいりませんでした。ということでね、はい、今日ご紹介したのはカプセル6シードオーレン&ガイム闇セットでした。チャンネル登録評価のもお願いします。ではまた明日。